あー、こんばんは、はい、おビールどうぞ。あ、いやいや、はい、プルモンのグラスにしなかったんだ。おー、オリオンビールのグラスだね。そうだね。まあいいけど、ね、どうだ。はい、あー、いいね。こっちょいか、いいね、いいよ、いいよ、うん、こんなんで。あ、これね、汚れちゃったんだ。はい、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様。うん、説明説明。なんだ今日いっぱいあるからね。いつものなんかタコとか、タコとかベビーホタテとかキュウリとかトマトとかレタスとか、今日わさび菜も入ってるけど、それのナッツソースバジル風味あえ、うん、これね。それから久しぶりにね、これはハモンセラーノ、ハモンセラーノとブルーチーズ、ブルーチーズ、ゴルゴンゾーラ、ね、で、それはクラッカーにチーズ、いろいろチーズ、うん、これはなんだっけ、うん、味噌漬け。あーと、チーズ、クリームチーズの味噌漬けのオリーブ味。オリーブ味、うん、で、これが、うん、ブルさんの、うん、ニンニク味、ガーリック味で、うん、でこれが町村農場の、うん、クリームチーズ、クリームチーズ、うん、でこれは自家製のラムレーズン、うん、そうね。でカツオのカルパッチョ、うん、鶏肉とチンゲン菜の炒めたの、うん、中華炒め、うん、今日は揚げ物大会で全部ホッケ、カッキ、ホタテ。ホッケのフライ大好物だし、カキとカキとホタテもうまそうだな。レンコンの青のりナムル、はいはいはい、うん、以上。セロリの味噌もあるよ。あれちびっとだからまた明日の朝ご飯と食べない。あ、そうすか、うん、いただきます。すごいいっぱい。どれから食べよう。俺ホッケさ、やっぱりホッケ。そうか、うん、で、今日はね、うん、カルディに行ったんだよね。そうそう。で、これここ大丈夫？でも見えんでね、うん、もうちょっとこっちかな、手前かな、こんな感じ、うん、いぶりがっこタルタル、うん、いぶりがっこタルタルを買ったからそうやってんだけど、最初のホッケは、うん、俺は醤油で食べる、うん、何が合うって言ったらやっぱりあれかねって、お魚のフライかねとか言って行ったらホタテもあってカキもあったから買ったいただきます。ちょっと青のりナムル、うん、おいしい。どれ、ちょっとこれつけてみようか、うん、ああいい感じのねっとり感だ、うん。でクラッカーを買ったのは、うん、実はそのタルタルをのっけて食べようって言ってクラッカー買ったけど、ちょっとやっぱりちょっとタルタルかけんだったらフライだよね、エビフライかな、ホタテフライだよね、うん、って言って、うん、いやー鮭もフライしたら美味しいよねって言いながら、うんうん、でまあその場にあった、うん、その場というか、まあ、スーパーにあったホタテと、うんうん、とりあえずカキを買ってたんでね、うんうん、で帰りがけに魚屋さん寄ったら、うん、最初出してなかったからないと思ったんだけど、うん、今日ホッケないの？ありますよ。ブンってでっかいのが巨大足元から現れ、うん、いぶりがっこが強すぎる？うんよ、大丈夫。ほんのり燻製の香り、うん、うん、開けた瞬間は結構うーん、美味しい。これ見切れてるけど、あんた買い持ったんだけ、うん、うん、美味しいわ、ちょっと、うん、うん、牡蠣にもっとかけよう。牡蠣ぐらい久しぶりじゃない、うちで食べるの。うん、私あんまり牡蠣はあげないから
かけ卵とじが多いからね、うんうん、どう、うん、美味しく上がっていますか、うん、美味しいわ、うんうんうん、わさびな、そんな別に辛くはないよ、うん、でも香りするじゃん、うんホタテめっちゃ甘い、うんうん、ホタテは美味しいよね、うん、熱入れるとなおさらなんかこう、うんうんうん、ホタテを、めっちゃ美味しいホタテ、甘いホタテ、あっきっとこれだ、うんうん、そしてうんうんうん、タルタルください、うんうん、はい、うん、美味しい。そしてね、これもこれね、あの、なんていうんだ、あの、ガリガリっとね、うん、するお塩だから、今時間経っちゃうと溶けてジュワンってなっちゃうから、どう、早めに食べた方が、あ、でもガリガリあんまりもうしないけど、しないでしょ、うん、でも大丈夫だ、味はしょっぱめ、うん、全然ちょうどいいぐらい、うんうん、ね、うん、うん、かけなくていいな、うん、もう、あら、うん、うん、あ、おいしいわ、ビールどうぞ、うん、お茶ってすごい甘い、ホタテ一番甘い、うん、食べ比べたら、あ、もう結構いぶりがっこだな、何あんたいぶりくさいっけ、でかい、いや、いいんだけど、なんかこう、うん、なんていうの、お魚のこう、うん、繊細な感じが消される、うん、ああ、そっか、うん、でも好きだよ、これなんとなく、うん、うん、あ、でも美味しいわ、めっちゃやばいのって、これ見てそんなにのせた、うん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 、はい、持ってこよう、うん、はい、そうだよ、あー、そうだ、窓の外だった、天然冷蔵庫、雪いっぱいついてない、うん、大丈夫、ちょうどね、雪が積もって窓の際まで窓の際まで来たから、どうやって手に入らんの、5300円。
うん、これなんか美味しくなってるわ。あ、そう。味がすごい染みてきたのかな。うん、あれ、この色すごいね。うん、黄色い。今日のお前黄色いっす。なんて書いてあるの？無能シャルドネだよ、シャルドネなんだけど、後ろ、いや、これスペインだから、スペイン語だからよく読めない。レガードムニュスこのくらい、ムニュス、うん、ここで写ってる、写ってねえねえか。レガードムニュスって書いてある。ムニュス、ほら、ムニュスって書いてある。フルロっていうのがさ、上についてるからさ、うん、N の上にレガードムニュス、ムニュスうん、青りんご、うん、で、ちょっと、ちょっとピリッとする。うん、あ、タルジュクも感じるし、これはこれで美味しいな。ちょっと甘いけど、いや、美味しいよ、うんうん、あ、すごい、あの、なんだ、青りんごの香りするな。うん、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 ね、印象はリンゴだ、うん、ムニュス、うん、レガードムニュス。ちょっとうちのさ、うん、手作りのさ、ラムレーズン、ラムレーズン、うん、でっかくね、これめっちゃでかいよね、このラムレーズン一粒ね。このちっちゃい方にする、ちっちゃいやつ、うん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 、強烈、チーズ負けてる、うん、でも、なん、でも後でちゃんとチーズくるわ、うん、いい、いい、あ、この、このクラッカーうまいな、うん、おいしい、なんだろうこれ、おいね、これだ、なんだっけ、あ、玄米クラッカー、玄米クラッカー、すごく香ばしい、うん、玄米、チーズのための玄米クラッカー、なんか、なんかサクサクしてるしね、うん、すごいなんか食感もいい、美味しいわ、うん、あー、ちょっと今日なんかすごいパーティーみたいだな、うん、でね、これ食べてないな、ほやほや、これも食べてない、うん、どうだよ、なんか、私、久々のお休みではないんだけど、週にちゃんと2回お休みあるんだけど、1回か2回あるんだけど、うん、なんかね、うん、月から金までみっちり働くと、うん、とても疲れるですね。いや、そりゃそうだよ。で、うん、今日土曜日じゃない、うん、でさ、今日はお買い物デーだったんだよね、うん、あの、私がメガネを作るっていう、うん、中金のメガネを作るっていう、うん、ミッションがね、うん、それとちょっとお洋服のお買い物をするって、うん、で、そこでカルディがあったから、うん、そのタルタルとか、うん、うんと、ナッツソースのバジル風味とかを買い、で、じゃあワインを飲もうって言って、うん、ハモンセラーノも買い、チーズもちょっと買い、うん、で、じゃあこのタルタルに何が合うとかって、そういう話をしてたらこういうことになる、結局なるんだけどねなるんだけどさ、なっちゃうんだよ。で、冷蔵庫の中に使っちゃわなきゃいけないお肉があったりするとやばい、お肉使わなきゃ、使わなきゃってなるから、うん、そうやっていくとどんどんメニューが増え、うん、こういう日がたまにあると。で、今日はほら休みだから準備をする時間もあるじゃない、うんうんうん、だからね、こういうことになってしまうわけですよね。まあでも、うん、残ったら明日の朝食べれるし、うん、別に、うん、いや、ちょっと美味しいわ。